はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、メタモルクレイフォートレスというね最強モンスターを皆さんにご紹介していきたいと思ってます。このカード、このディフェンスロードっていうイベントでゲットできるカードだったんですけども、これ皆さんご存知ですか？ちゃんとイベントやりました。私はこのメタモルクレイフォートレスがあまりにも出なすぎて、マジで大パンを500回くらいしましたね。はい、やっと出ましたんで、まあなんとかイベントから解放されたんですけども、マジでこのイベントでそのなんか新カード集める作業ガチで苦痛。マジで規約に触れてなかったらマジでバイト雇ってそのバイトにやらせるレベルで苦痛。この作業マジで苦痛で、このモンスターなんですけど、メタモルクレイフォートレスっていうモンスターがどういう効果持ってるかっていうとね、自分のフィールド上のレベル4以上のモンスターを対象にとって、そいつ装備して出てこれますよと。これ映画版のね、表遊戯さんが使っていた、相棒が使っていたカードですね。で、このメタモルクレイフォートレスさんが、攻守1000なんですけど、装備したモンスターの打点分アップするんですよ、攻守が。だこれがですね、あまりにも納金という話がありまして、これ要は打点が高ければ高いほど、こいつが強くなるんですよね、装備したモンスターの打点分上がるから。何を装備すればいいかと。もちろんね、ブラックマジシャンを装備したいとかいうのが基本的な動きになるんですけれども、遊戯さんだったら。一番打点が簡単に高く出せて、お手軽に出せるモンスターっていうのはね、新なんですよね。はい。なんで、新メタモルクレイフォートレスデッキを今日は組んできました。例えば、こいつ装備したら、5000になりますね。メタモルクレイフォートレスさんがね。あと、こいつ装備したら6000になります。しかもなんか、サクリファイスエスケープみたいなことできるんで、なんかね、ワンチャンある。ワンチャン強いまである。言い過ぎかな、これ。これ言い過ぎかもしんないわ。ごめん、反省します。なので、とりあえずね、新モンスターを展開して、メタルクレイフォートレスセットして、で、新モンスター装備してメタルクレイフォートレスでぶん殴るっていう、あまりにも頭が悪いデッキを、本日は使ってデュエルをしていきたいと思います。デュエル。スタンバイ。さあ、お相手の方、社長は社長、筋肉を見せつけてやるよ、お前に。デュエルマッスルを見せつけてやるよ。絆などで運命に勝つことはできない。我のターン。パラドックスギアを召喚。パラドックスギアのモンスター効果を発動。このモンスターをリリースし、デッキから、パラレルギアを特殊召喚し、スターダストドラゴンを手札に加えさせてもらう。そして、でもこれ結構強いね。これ、セレクターがあるので、これでサーチが入るのは結構強い、これ。どうしようかな、まあ、とりあえず、エグゼクティブアレクサンダーモンスターをシンクロ召喚。アレクサンデー、セレクト、魔法カード、セレクト発動で、パラレルパラドックスギアだけ残しようか。でまあ、とりあえずテリトリー絶対持ってかなきゃいけないでしょ。でこうすればいいのか。でテリトリー先発発動して、でテリトリー発動発動で新ワールド発動。罪深き世界へようこそ、罪深き世界へようこそ。お前のスタラスドラゴンもらった、お前のレインボードラゴンももらった。新レインボードラゴンを特殊召喚。そしてカードを1枚セット、カードを1枚セット。やべ、およそ最強、およそ最強のムーブしてるだからといって相手のカードを除去しないの優しいでしょ。このデッキ相手のカード1ミリも除去しませんからね。これマジでこの打点で殴るだけですから。私のデッキこの打点でひたすらに殴るだけ。ペンデュラムスケールをセッティング。ペンデュラムスケールエキセントリック、あ、無理。これちょっと待って、フォートレス、いや毎回もうさっきからさ、ずっとサイクロンでとかで破壊されるんだけど、フォートレスエキセントリックとか、もうマジでこれは本当に無理。ちょマジでフォートレスを出させて、フォートレスが出ないとこのデッキ動画にならないから。あ、セット、はいはい、いいでしょう。あ、オッケーオッケー、まあ、それだったらまだいい。新ワールドの効果を発動するで、新ワールドの効果を発動、新ワールドの効果によって、サンダーブレイク、カードオープン、トラップ発動。あ、でも一応対象には取れませんので、新テリトリーがあるんで新ワールド破壊されませんから、一応モンスターか後ろ。まあでも結局これこれ何破壊するんだ、これ何破壊するんだ。相手テリトリー破壊されても一応新レインボー残りますね。今新モンスターがいないんで。それこれってさ、モンスターになったらさ、ワンチャン回避できる説ある。これあ、トラップカードとして扱って書いてあった。やっべ、トラップカードとしても扱って書いてあった。
ちょ、ごめん、ちょ、ごめんって、マジでフォートレス1ミリも出んや。もうさっきから一生破壊され続けるんだけど、フォートレス。勝ったけど、何この試合。メタモルクレイフォートレスめちゃくちゃ除去されるんだけど、ちょマジ助けて、めちゃくちゃ除去される。ちょ、なんかモンスターと魔法、あ、反応はちょっと強い。でも高校か、メタモルクレイフォートレスが出ない。マジで出ない。あーんと闇の力、まあ、じゃあ、いや、闇を除去されるのは別にいいや。あ、そっちなんだ、なるほど。はいはい、正眼ね。あ、引いてんのかな、白ひでいりゅう。あ、まあでも、まあ、どっちを出せるか別にどっちも変わんないか。はい、あ、白ひでいりゅうね。まあそれはいいや、まあ、やめや別に、あの、的にやってくれても別にいいの。まあステリトリーさえ発動できれば新ワールドは、あ、持ってこれるので、サイクロン、後ろがないから意味がない。新テリトリー発動。さあ、罪深き世界へようこそ。新ワールド罪深き世界。でもこれマジでスターダスト出すしかやることないのか。弱えな。あー、正眼いますね、手札にね。はいはい、OK です。ブルーアイズは手札にいると。で、白きレールのチェーンがあると。これはもう本当、メタモルクレイフォートレスでなんとかするしかねえ。メタモルクレイフォートレスでなんとかするしかねえ、これは。新スターダストをドヤ顔で出して、メタモルクレイフォートレスでなんとかするしかねえ。3500円になる、一応。ブルーアイズは超えられない。あ、はい、この白石いいでしょう。はい、この白石はいい。はい、この白石で。セットカードが1枚ある。それはサイクロンで割るからいい。ちょっと待ってね。ちょっと待ってくださいね。これで、ね、何が出るんですか。あ、エネヤード。いや、エネヤードはきつい。エネヤードはめっちゃきつい。ちょ、対象にとってよ。新ワールドぶっ破されて終わるんだけど、マジで。いやー、これきついな。まあでも次、まあでも知らないことにかけて一応あれか。待機、まあ、白きレリューは言ってるから、多分除去はできないから、これ耐久するしかないのか。これちょっともう一回スルーするしかないんじゃない。相手のプレミアにかけるわ。ちょっと待って、何破壊するんだろう。まあでも、まあ新ワールドと後ろ破壊されておしまいになりそうな気がしますけどね。あ、でもそれ破壊されないか。あ、それ破壊されないわ。それ破壊されないわ、逆に。今これ実はスターダストが仕事してる、結構。実はこれスターダスト選択しても破壊されないよね、新ワールド。そうなんですよ。そう、これね、フィールドの魔法トラップカードは、あ、フィールドゾーンの魔法トラップ、魔法カードは、新スターダストの効果で破壊されないんですよ。これちょっと強いでしょ。これちょっと強いですね。これはちょっと、あ、ターンしろ、やった。サイクロン発動。残りもない。リバースカードだ。はい、よし、分断の壁とかいうクソ強いカード抜いた。やばい。でも死の切れでさすがに2枚入ってない。この枚数で。1枚だろ。オッケー。正眼はいい。正眼はない。3000は超えるからいい。で、俺のターン。我のターン。新ワールドの効果を発動。新ワールドの効果によって、もちろんパラドックスギアだろうな。パラドックスギア。さあ、選べ。よし、パラドックスギア来た。で、パラドックスギアを、あ、あ、そっか、セレクターねえのか。先にメタモルクレイフォードですか、じゃあ。セレクターがないとですね、新モンスターが2体入れないっていう状況になっちゃうんで、新スターダストを、はい、変身させてペッてやって、で、パラドックスギア召喚、パラドックスギアの効果発動。これ新モンスターをどかせるっていう点でも結構相性いいですね、メタモルクレイフォードです。で、サーチ入れる。新ワードあるから4000にして、新スターダスト。新スターダスト持ってきて、8に10。で、新パラドックスドラゴン出す。4000、3500、2体処理で、ブルーアイズ1体回収融合。いや、多分なんとかなる。打点が高いから。打点が高いのでなんとかなる。文房具で除去する施設ある。いや、でも普通に殴れるから別に殴った方がいいよね、俺ね。殴れるんだったら殴った方がいい。2体処理してパラドックスで、1000ダメージと500ダメージだろ。1500で2500ダメージで、相手が融合してくる、ツインバースを出してくる。
バーストで1000ダメージ、500ダメージ、1500、1500、3000削る。いや、これ多分ね、多分なんと思いますよ。これ多分なんと思います、これ。両方勝えるんで。バトミス。バトル。上からぶん殴ってく。叩き潰せ、メタルグレイフォートです。どっちでもいい。いけ、パラドックスドラゴン。あ、そういう人、守備用紙になる。ちょっと可愛い子か。殴ったら守備用紙になる。で、これでもし、ツインバースト出してきて、融合されたところで、4000と3500がダメージが入るんで、1000ダメージと500ダメージ入るんで、もうあと1500削れるんですよ。ってことは、1000になりますからと。え、これ開始でレインボードラゴン出して勝ちじゃない？はい。あ、いいよいいよいいよ。融合はね。はいはい。融合はいい。うん、融合はしてくる。はい。で、ツインバーストね。ちょ、伏せカードが何枚あるかによるんですけど、でも言うて手札コスト系のカードなんで、魔法トラップカードはセットするとしても、多分相手の反応、まあ、よくていいんか、切断。ない切断はない。切断はない。1000ダメージいいだろ。パラドックスどっか行った。いいだろ。で、メタルフレクレイフォートレスもどっか行く。これもどっか行くのも許容。許容します。よし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 。お前のライフ、あと残り1000だから。お前のライフもうねえから。3000とか甘いだから。マジ3000マジ甘い。3000はマジで甘い。何でもいいんだけど、こうしとくか、一応。はい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 。まあ、どれでもいいよ。セレクターが一番いいから。強っ。強っ。はい、セレクトしまーす。セレクション。セレクションしまーす。墓地からとりあえずスターダストと、パラレルギアですね。パラレルギア除外しまして、で、テリトリーとパラドックスギア持ってきて、で、パラドックスギア召喚。効果、はい、リリース、はい、パラレルギア効果、8持ってきて、で、とりあえずセレクター、あ、じゃあテリトリー発動して、シンクロ分からせてく。3000とかいうゲロ甘え打点は分からしていく。パラドックスドラゴンを召喚して4000打点、はいはい。で、墓地のパラドックスギアを除外して、はい、ドーン、はい、4000ドーン、はい、4000ドーン、3000打点はマジで甘い。対戦ありがとうございました。さあ、お相手の方、光と闇の仮面、はあ、交換から、なんだろう、帝国か。絆などで運命に勝つことはできない。こいつを使うデッキってなんかありましたっけ。まあいいか。とりあえずドヤ顔で審判あるんや、召喚進化。あー、これセットでもよかったかもしれないな。まあいいや。鬼丸しときます。まあさすがにアレクサンドでいいか。なんか意外とね、鬼丸が強い場面もあるんですよね。効果では破壊されないっていうテキストなんで、鬼丸くんが意外とその効果破壊意識がなんかデッキの中にないようなデッキだと、なんか意外と強いみたいな話はあるんだけど、まあ、とりあえずアレクサンダードヤ顔で出してエンドっていう、なんか一番世界一弱いお前何デッキだよみたいなデッキだったんですけども、コピンドラゴン、ああ帝国か。いやー、これ負けたくせえな。負けくせえ。シー、あー強え。いや、無理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 、全然無理全然無理。ちょっとアレクサンダードヤ顔出してターン終了は、さすがにこのライフ4000守れないと思うわ。あー無理無理かもしんない。シーユー、あーあはん。で、シーユー、はい、リリースされて、はい、闇破壊される。なるほど。で、シーユードラゴンの効果発動。シーユードラゴンはリリースされると、通常モンスターまた呼び出せる。あ、ブルーアイズ入ってんだ。ランク8軸なのかな。ランク6マージも入ってんだ。6マージも入ってる。アテムス来た。寿司三昧。出た、寿司三昧。寿司三昧。これで、88、やばっ、強っ。そんなに通常モンスター入れてよく実行ないね。えモンスターを特殊召喚。やべえの来たんだが。